積極的にいろいろな活動にこうチャレンジしていただきたいなと。私はここ福岡県福岡市の出身となります。私の家族で医師の家族がいたものですから、医学に身近な感覚を持っていたと。でただ私自身、家族で小さい時に猫とかを飼い始めたことから動物にやはり関心を持ち始めまして、で、そしたらやはりこの動物たちを守れるような職業に就きたいなと。で、それであれば獣医学部で、たまたま私の中学校の先生がですね、進路に熱心な先生でいらっしゃったので、相談をしたところ、獣医学科は複数の国立大学であるんだけれども、獣医学部がある大学は北海道大学しかないということでですね、私自身も自然の豊かさなどの、あと、野生動物の豊かさの魅力もありましたので、北海道大学の獣医学部にぜひ行けるようであれば行ってみたいなと思って、獣医学部北海道大学を、に行こうと考えました。本当に全国から学生周りの友人たち集まっていましたので、とても何ですかね、こう多様性に富んだ学生が集まっている大学だなと。でクラスの中でも本当に、南は九州から、沖縄からですね、あとは北は北海道まで出身の多様な友人がたくさんできました。友達とかと夜通し、話をしながら、歌を歌ったりとか、あと外でそのストーンを組んだりとかですね、あと札幌だったので藻岩山のナイトハイクとかに行ったりとか、あとは夏は他の大学の学生も一緒にですね、サマーキャンプに行ったりとかですね、そうですね、本当に家にじっとしているのが嫌だったとか、一人で行ってますので、いろんな人とやっぱり交わりを持ちたいなと思いましたので、積極的にいろんな場に参加するようにしていました。もともと北海道大学の獣医学部ではその JICA のプロジェクトとしまして、ザンビアで獣医学部を設立するという協力を行っていまして、また毎年ですね、卒業生の2人から3人ぐらいですね、JICA の青年海外協力隊というボランティアで途上国の獣医分野の人材として協力を行ってきていた、そのような実績もありましたので、JICA 自体、私にとっては身近な存在でもあったと。でそれで、国際的な何か仕事を行いたいという思いもありましたので、JICA を受けまして受かることができたと。JICA の元理事長でもいらっしゃるんですけれども、緒方貞子さんが言われた言葉でもあるんですけれども、現場主義ですね。やはり現場が何を必要としているかという視点を第一に、その現場が必要としていることをいかに国際協力として、反映をさせて事業を実施していくか、またその現場で必要とされている支援を必要とされているスピード感を持って、提供していくというところが大変重要な視点かなと思っています。昨今の学生の方は内向き思考ってよく言われますけれども、JICA の事業でもJICA 協力隊の募集など、年々募集で、応募してくださる方が減ってきているんですね。なのでぜひですね、やはりこう途上国、世界のことに関心を持っていただいて、で世の中で何が起きているのかと、で他の国で起こっていることは自分とは関係ないことではなくて、やはりいろいろな形で、日本ともつながっていますし、それぞれの方の生活につながっていることをぜひ理解をしていただきたいと思っています。ぜひ積極的にいろいろな活動にこうチャレンジしていただく
ていただきたいなと。で、新たな分野にまあ、ぜひ、こう関心を持っていただいてですね、こう自分のこう視野を広げていただきたいなと思いますね。自分の夢を持ってですね、その夢に向かって北海道大学に来る人はもちろんですけれども、まだその道が定まっていない方もですね、ぜひ北海道大学の、多様な先生方や学生の皆さんと、いろいろなんですかね、こうコミュニケーションを取ってもらって、意見交換などを行っていただいて、でその中で自分の夢に通じる道が見えてくるのではないでしょうか。